8月1日になりましたので、いろいろと新しいですねウルトラマンのおもちゃの情報が解禁されたので、見ていきたいと思うんですが、まず8月6日ですね、発売となるのがデラックスウルトラディメンションカード02ウルトラマンデッカーミラクルタイプセットということで、この8月6日はですねウルトラマンデッカーのミラクルタイプ関係のおもちゃがたくさん発売されるんですけど、まあ、そのカードセットですね、デッカーのミラクルタイプにジードプリミティブ、ロッソ、ブル、それからタイガとモンスアーガーですね、こちらのカードセットが発売されますね。もちろんウルトラ D フラッシャーに対応しております。で、僕あんまり詰めてないんだけど、ウルトラアクションフィギュアでもね、デッカのミラクルタイプとソフビが発売されて、あとはあのカードバインダーですね、オフィシャルバインダーということで、1870円、 X とかのオーブの時にも発売されたんですが、そのバインダーが発売されます。バインダーにはね付属カードということで、ウルトラディメンションカードが3枚入ってて、ゼロビヨンドとアトロシアス、ベリアルアトロシアスとシャイニングウルトラマンゼロ、3体のカードが入ってますね。お盆を挟んで8月20日、この間あのねウルトラ怪獣シリーズで一つ抜けてる番号があるっていうちょっとお話をしたんですけれど、その正体はパゴスでした。ウルトラ Q のね怪獣ですね。ニュージェネ以降のウルトラシリーズでも、まあ、着ぐるみを復活して登場してたんですが、ここに来て、パゴスが出てきました。しかもねカラーリングがこれわかりますかね、モノクロカラーなんですよね。これ嬉しいね、すごく嬉しいですよ。パゴスはね新ウルトラマンにも出てきましたからね、何気に今月一番楽しみかもしれないですね。アギラですね、このねウルトラセブンのカプセル怪獣なんですけれど、デッカーで、ね、ミクラスがね出てきたんですが、同じような形できっとあのディメンションカードを使ってアギラも登場するんでしょうけど、このね、眠たそうな目ですよアギラのこの眠たそうな目がすごい特徴的ですよね。それから8月27日デラックスウルトラディメンションカード03ウルトラマントリガーセットということで、トリガー関係のね、ディメンションカードが発売されますね。でトリガーのパワータイプ、スカイタイプだけじゃなくて、オーブオリジンのカードと、ジャグラスジャグラーのカードも入ってくるということですね。で、スフィアメガロゾーアと、あとスフィアソルジャーということで、多分この8月後半ぐらいの話にね、マナカケンゴが登場するということで、それに合わせた、カードセットになるみたいですねスフィアソルジャー、スフィアソルジャー何これ。そしてデラックスウルトラデュアルソードですね、まあ、今年の武器枠のおもちゃなんですが、どうやらトリガーから託される剣みたいなんですけれど、そのガッツハイパーキーとの連動もあるっていう非常に面白い、武器になってますね。これも前年のねおもちゃと絡ませて遊ぶことができるということで、非常に経済的な、まあ、結構最近のバンダイの流行りですよね、ハイパーキーもちょっと特別なものになってますね。デッカーとトリガーが一緒にいますね。デッカーのマルチタイプのカードはこっちの方に付属するみたいですね。そして同じく27日にはスフィアメガロゾーアですね、メガロゾーアの500サイズ装備と捉えてもいいでしょう。こちらが発売されます。まあお盆っていうことでカルミラも帰ってきちゃったんですね。8月27日はですねムービーモンスターシリーズ枠でウルトラマンが発売されますね。月刊ヒーローズでしたっけ、で連載してて今アニメとかもやってるやつなんですけど、僕これね正直ノータッチなんですよ。デザインはかっこいいなって思うんですけど、ちょっと僕の求めてるウルトラマンとはちょっと違うなってことで、デザイン自体は好きなんですけど、あんまり集めてはないシリーズなんですが、こちらもね、ムービーモンスターシリーズで発売されますね。値段は2200円で、あとはセブンですね、こうセブンスーツの方も、ムービーモン枠で発売されるみたいですね。それからね9月に発売される商品もちらっと追加で、出てきたんですが、まずウルトラヒーローシリーズでね EX 枠ネオス、ネオス来ますか。そしてネオスといったら、ウルトラセブン2-1、こちらの方も、登場しますねセブン2-1とネオス、あれか、あの例のギャラファイでしたっけ、ギャラファイ枠ですよねゼノン、ウルトラマンゼノンですよ。ゼノンほとんど出番ないウルトラマンなんですけど、デザインがやっぱいいですよね。でなんかね、あのオリジナルのマックスだとスーツアクターの人が日本人じゃない方なんで、すごくねマッシブな体型をしててめちゃくちゃかっこいいウルトラマンで、結構好きなんですけど、本当に幻のウルトラマンって言ってもいいぐらい出番が少ないヒーローなんですが、そちらもねソフビで発売されるということで、これも結構楽しみですね。羽次郎のぬいぐるみが出るみたいですね。可愛らしいぬいぐるみなんですが、まあ、お腹を押すと10種類のねセリフ音声が鳴るということで、ディズニーのおもちゃみたいな感じで、まあ、ある意味カーズのおもちゃみたいな感じですよね。HANE2 と申しますと、すごくいい声ですよね羽次郎。
カナタと羽次郎の関係いいですよね。好きです僕。じゃあ値段は3300円ですね、うん、もう一つですね、ソフビで、情報が解禁されてたのが9月17日スフィアソルジャーが発売されます。初めてじゃないですかね、スフィアの商品化なんですけど、これ出るんだみたいな。860円と同じ、値段は同じなんですが、2個セットで、スフィアのソフビが出ます。たくさん集めて劇中の出現シーンを再現しようということで、もう複数買い必須という。たくさん集めましょうということですね。これ写真で見るとすごくこう、なんと隙間の部分の色合いが綺麗なんですが、実際現物どうなのかすごい気になりますね。8月9月のね、いろんなウルトラマンのおもちゃを見てみたんですが、まあ、そうですね、本当はねウルサマすごい行きたいんですけど、まあ、一応予定としては行く予定はあるんですが、はい、もうちょっと落ち着いてから行こうとね思ってるんですけど、なかなか例のあれが流行ってまして、結構本当に身近でも出てきて、 PCR 検査とかも、ちょっと受けてくれって言われて初めて受けに行ったりして、まあ僕は陰性だったんですけど、まあ、本当にいろいろ近づいてるなという感じですよね。なんかそのウルトラマントリガーの、アルトリガーじゃない、デッカーのスフィアの設定とかもやっぱその辺の世情と合わせてるなっていう、気もしないでもないんですけど、まあ体調とかにも気をつけながら、まあまたちょっとちょこちょこっとおもちゃ買ったらね、まだモンスターが紹介してないんですけど、紹介できればなと思ってますので、よろしくお願いします。